はい、皆さんこんにちは、心理カウンセラーの乗竹健太郎と申します。今日はですね、皆さんにお会いできることを本当に楽しみにしていました。楽しみにしてた理由っていうのはいくつかあるんですけれども、僕、子供が2人いるんですが、次男2人目の子供が、皆さんと同じ高校生です。高校2年生なんですね、下の子が。上の子はもう21歳で大きいんですけれども、下の子が高2で、小学校の頃からサッカーやってて、サッカーばっかり今もやってます。サッカー少年です。なので、子供とね、同じ年代の皆さんの前でお話できるということで、本当に楽しみにしてました。短い時間ですけども、よろしくお願いします。でここに来るまで、ふとね、今日どんな感じになるかなって考えながら、自分が高校生だった頃のことをちょっと振り返ってみたんです。でそのちょっと思いついたエピソードを最初にちょっと紹介したいなと思うんですけれども、僕高校、そんなに頭良くなかったんですね。中学校の時も、中の上ぐらいで、良くもなく不可もなくみたいな、レベルだったんですけれども、愛知県の江南市にある美北高校というところに通ってました。で、高校卒業するときに、高校生もね、遊んでばっかりいてあんまり勉強しなかったんですけれども、進路どうするかってなったときに、やっぱり、その将来のこともまだ分かんないので、とりあえず大学受験しようかなってことで、先生に相談して、一番受かりやすそうなレベルの低い学校を4つチョイスしてもらって、それを、受けることにしたんですね。で、その4つの中でも一番レベルの低い大学の、受験日当日に、僕はですね、なんと普通に高校に行ってたんですね。高校に授業を受けに行ってたんです。で、僕は日にちをね、間違えてたんですね。次の日だと思ってて、学校に行ったら、学校の担任の先生が僕の顔を見てびっくりするんです。なんで乗竹くんここにいるのって。で、なんでってどういうことですかって言ったら、みんなね、あなた受験に行ってるわよって、何々大学に行ってるわよって、なんであなたここにいるのってびっくりされて、いや先生違う、僕の受験日明日ですよって言って、生徒手帳にメモしてあったので、確認したら、そのメモがね、明日になってたんです。受験日を1日書き間違えてメモしていて、でも僕は翌日だと思い込んでいたので、その大学の受験日当日に高校に普通に授業に来てたっていうね、そんなエピソードがあります。で、皆さん真似しないでくださいね、真似しないでくださいね。でその時にね、担任の先生が僕に言った言葉がね、すごいんですよ。担任の先生、僕に何て言ったと思います？受験日に普通に学校に来てるんですよ。びっくりですよね。普通だったら、あんた何やってんのとか、あんたバカねとかね、怒られそうじゃないですか。僕のね、その時の担任の先生、なんて言ったかっていうと、あんた大物になるわねって言ったんですよ。あんた大物になるわねって先生が言って、で僕はね、その言葉を真に受けて、あ、僕って大物になるんだって思ったんです。で今に至るんですけれども、で、本当に言葉って不思議で、その時にあんたはもう社会には不適合者よとかね、社会に出てもそんな立派な人間になれないよって言われてたら、やっぱり自分なんて、ダメな人間なんだって思ってたかもしれないけど、その先生は半分冗談だったかもしれないんですけども、あんたは大物になるわって言ってくれたおかげで、僕その言葉をね、採用してるんですね、自分で。あ、僕は大物になるんだって。で、今いろんな活動をさせていただいてます。はい、でも真似はしないでください。家に帰って母親にそのことを話したら、めちゃくちゃ怒られました。金返せって言われましたね、受験料ですね。はい、そんなエピソードが僕の高校生の時にありました。で今日はですね、不安を勇気に変えるっていうテーマで、ちょっとお話をしたいなと思うんですけれども、簡単にちょっと自己紹介をさせていただきます。先ほどね、校長先生の方から紹介して、いただいたんですが、心理カウンセラーといって、人のね、相談に乗ってます。1対1でね、いろんな悩みがありますね、いろんな相談に乗ってます。あとはいろんな依頼があれば、いろんな場所でお話をさせていただいてます。実は僕、大人向けのとか一般向けのお話が多いので、例えば介護業界の、スタッフ研修とかね、コミュニケーション研修とか、先週もある病院の、看護師さん向けにコミュニケーション研修をやってきたんですけども、それ大人向けの話が多いので、実は高校でお話しするっていうのは僕初めてです、今日。それもあってね、すごく新鮮な気分で、やってきました。
で、あとは、先ほどね、先生が言ってくれた己所太郎道場、己所道場っていう筆文字の教室があるんですけれども、筆ペンを使った筆文字の教室ですね、を、やっています。これがですね、まあ、これ僕が描いた作品なんですが、この絵と字も描いてますね。これちょっと可愛い作品だったりとか、あと毎年カレンダーを作ってるんですけども、これ来年のカレンダーですね。虹に乗ってる、こういうカレンダーのね、作品を、作ったりしています。はい、結構ね、人気なんですよ。去年は1500冊作ってあっという間に完売して売り切れてしまったというね。で、今年はもう2000冊作ろうと思って2000冊今発注かけてるんですが、もう1300冊ぐらい予約が入ってるっていうね、はい、感じになってますね。で、あとはですね、アドビって聞いたことある人はいますか？アドビって世界的に有名なソフトなんですけれども、よくデザイナーさんとかも使われています。アドビフォンツって言って、よくパソコンでワードとかね、打つときに、いろんな明朝体だとか何々体っていう書体があると思うんですが、あの書体を実は僕が書いた手書きのものが採用されてるんですよ。則武健太郎、すごいでしょ。世界で使えるようになってるんですね。世界の太郎です。太郎フォントっていうんですけども、実はこれ今年の10月にまだリリースされたばかりなんですが、もし皆さんの周りとかご両親とかでデザイン関係の仕事をしている人がいたら、ぜひ太郎フォントを教えてあげてください。使っていただくと、もれなく多分僕のところにチャリンと入ってくるシステムになっております。はい、ね、まあこういうね、アドビのホームページにも僕のことが載ったりしています。まあ、こんな感じでやったりとか、あとブログを毎日書いたりとか、あと YouTube もやっておりまして、YouTube もね、チャンネル登録が、4万6000人ぐらいいます。まあ、こちらではね、主にコロナ関係の、コロナこういうところおかしいよね、コロナ騒動のっていう話をしてるんですけども、まあそういう話をしていたら、あれよあれよとチャンネル登録が増えているんですね。で、YouTube でね、一回僕がバズった動画があって、一番バズった動画が77万回再生ぐらいされたんですよ。77万回再生って、僕みたいなね、有名人じゃない人が、そんなに再生されることって結構珍しいんですよ。かなり再生されて、でその時に、めちゃくちゃですね、コメントとかもすごい来るんですよ。普段だと、今だとね、コメント大体100件前後、50件とか100件とか来るんですけど、この当時何千件ってブワーってコメントがバズっちゃって来るんですね。で、大体95% ぐらいがありがとうございましたとかね、素敵な情報ありがとうございます、こういうこと話してくれて嬉しいですとか、ありがとうございますっていう、こう感謝とか賛同の話が多いんですけれども、こうやってバズるとね、必ず出てくるのがアンチなんですよ。批判コメント、僕のね、知らないやつがね、批判してくるんですよ。しかもね、話の内容を批判されるんだったらいいんですけど、だいたい批判される時って人格とか容姿とか見た目とか、そういうもので批判してくるんですね。本当ひどいですよ。髭剃った方がいいですよとかね、コメントわざわざしてくる人がいるんですよね。あと、話し方が下手ですねとか、 A とか U が多くてね、話が聞きにくいですとか、こうなんか嫌がらせみたいなコメントがすごい来るんです。で、僕カウンセラーやってるので、自分でね、自分のセルフカウンセリングなどもある程度できます。で、批判のコメントが来ても、まあそういうね、嫉妬とか妬みでそういうことを言いたい人がいるんだなってことも分かってます。分かっててもそういうコメントがね、次から次に来るとね、やっぱりね、ボディーブローのようにちょっと効いてくるんですよね。なんかやっぱ嫌な感じするんですよね。でもその度に思い出すようにしてます。僕は何のためにこういう活動をしているのか、批判をしてくる人のために僕はこういう活動をしているのか、それとも僕の話を聞いてよかったって言ってくれてる人のために僕は活動をするのか。だから不安や心配になった時に常にその原点に戻るように、自分で気をつけるようにしてます。だから皆さんがこれから先、まあ今までもそうかもしれないですが、自分のやりたいこととか自分の夢に向かって挑戦するときに、必ずですね、足を引っ張ってくるような人とかって出てくると思います。その時に覚えておいてください。私はあなたのために生きてるわけじゃない、私は、自分がね、もっと自分の人生を生きるために生きてるし、自分で幸せにできる人のために生きてるんだっていうことを忘れないでいてください。いろんな活動をしますが、僕の活動理念は一つです。誰もが自分らしく輝ける世界を作るという、理念で、思いで、いろんな活動をやっています。で、一つ皆さんに最初に質問してみたいと思うんですが、ある病院である看護師さんが、がんのね、末期がんの患者さん、末期がんって余命宣告を受けたね、あとあなたの命はあと1ヶ月ですよとか、
あと2週間ですよとか、もう余命、あと残り命が少ないような、末期がんの患者さんに、質問をし続けた看護師さんがいるんですって。あなたが人生で後悔していることって何がありますかって、ね、死ぬ間際になって自分の命があと少ししかないってなった時に、人生であなたが後悔していること何がありますかって、いろんな答えがありますよね。みんなね、いろんなことで後悔してるんですって。その中でも一番多かったことって何だと思いますか？一番多かった回答、皆さんが、あとね、あと3日しか生きれないって思ったら何を後悔するか、一番多かった答えがこれなんですね。他人が望むような生き方ではなく自分らしく生きればよかった。他人が望むような生き方ではなく自分らしく生きればよかったって後悔するんですって。他人が望むような人生って何でしょうね。他の人から見てこうした方がいいとかああした方がいいっていう、まあ世間体だったりとか、ね、人の目だったりとか、要は他人の目を気にして自分のやりたいことをやってこなかった人が多いってことなんですよ。他の人の目を見て他の人に気を使って自分が本当にやりたい人生を生きてこなかった、それを後悔してるっていう人がすごく多いんですって。人生終わるときに、終わる間際に。不思議ですよね。多くの人が他人からの評価を優先して自分のやりたいことをやってこなかった。皆さんだけじゃないですよ。皆さんのお父さんお母さんもおじいちゃんおばあちゃんもそういう人が多いってことなんです。じゃあなんでやってこなかったってことですよね。もっとやりたいことをやっておけばよかったって後悔してるってことですよね。でここで疑問に思うのは、なぜ人は一生をかけて自分のやりたいことをやらないのか、なぜ人の望み通りの人生を、他人が望む人生を生きて自分の生きたい人生を生きれないのかってことですよね。不思議ですよね。でここで、なんでかなって考えた時に、この不安が出てくるわけですね。何かやりたいことをやろうとした時に、僕たちは不安になったりします。新しいことにチャレンジしたりとか、僕もそうですけど、初めて高校で講演をするってなったらちょっとし、高校生のみんなに話伝わるかな、思い伝わるかなってね、ちょっと緊張しますよね。そうすると不安になります。じゃあなぜ人は不安を感じるのかってことですね。なんで不安を感じると思いますか？まず前提として、不安って悪いものではないんですね。人間の中の本能としてあるものの一つです。不安がなければ、人類絶滅してたんじゃないかっていう説ことを唱えている先生もいるぐらいですね。大昔ね、狩りに行く時も不安な人がいるからちょっとあそこは危険だからやめとこうとか、来年のことも考えて食料蓄えといた方がいいんじゃないかって、ね、自分の命を守るために本来必要なものではあるんですよ。だけど不安が強すぎると、いろんなことができなくなったりします。なぜ人は不安を感じるのでしょうか？不安を感じている時に皆さん頭の中で何考えてますか？うまくいかなかったらどうしよう、ね、失敗したらどうしよう、まあ、失敗するのは怖いですよね。失敗したら、最悪の事態になるんじゃないだろうかっていうね、思ったりするわけです。じゃあなんで失敗するのが怖いのかってことですね。僕たちは実はチャレンジすることってすごく怖いんですね。やりたいことをやることってすごく怖いんです。なぜ失敗が怖いのか、他人にバカにされる、他人からの評価が下がる、他人から認められなくなる、まあ、他者評価とか他者承認っていうんですが、他人からどう思われるか、自分が失敗した時にっていうのが不安の全てではないんだけれども、実は僕たちの多くの部分で人の目を気にして不安になり失敗が怖くなるっていうメカニズムがあるんです。大昔みたいに生きてて命を危険を感じるような出来事ってほとんどなくなってるんですよね。だからあんまり不安って今必要がない、まあ全くないとは言わないですけども、なのに必要以上に僕たちは不安を感じてしまってる。でそれはなぜかっていうと、失敗が怖いから。なんで失敗が怖いのか、人の目を気にしているからっていうメカニズムがあるっていうのを覚えておいてください。まあ他人から認められない、人から認められないっていうことが、さも自分の人生が終わったように感じてしまうことがあるということですね。皆さんちょっと想像してみてほしいんですけども、今恋してる人いますか？手挙げれないですよね。好きな人いますか？大好きな人、ね、好きな人に告白するのって怖い
ですよね。勇気いりますよね。大好きな人、大好きであればあるほど、その大好きな人に告白するのって怖くないですか。それと一緒ですよね。なんで怖いのかってことですよね。実は僕たちは好きなことと不安ってワンセットなんですよ。ワンセット。好きだからこそ振られるのが怖いんです。好きじゃない人だったら別に嫌われてもあんま困らないよね。大好きだった人に振られると怖い。だから人は、多くの人は告白するのを諦めて、いつか一緒になれればいいなって頭で思いながら告白しずに終わっていく人が多いわけです。もちろんね、勇気出して告白する人もいると思うんですが、でもそういう人が多いということですね。だからみんな不安を感じたくないから、失敗したくないから、自分のやりたいことをやらないでおくっていうことを選択している人が多いということです。ちょっと ここまでね、まとめてみます。人は不安になります。なぜ不安を感じるか。失敗が怖いから。なぜ失敗が怖いの。他人から評価されなくなるか。なぜ他人から評価されないことが皆さん怖いんでしょうか。他人から評価されるために生きているからなのかってことですよね。私たちは他人から評価されるために生きているんだろうかっていうことですよね。皆さんの人生は誰のものかっていうことですよね。自分の人生なのに、人から認められるためだったり、人から評価を得るために実は気づいたら生きてるってことが非常に多い。これが不安を感じて人が行動できなくなるメカニズムの一つってことを覚えておいてください。自分がね、好きなことがあったとします。まあ、好きな人でもいいですよね。さっきの告白でもいいですが、多くの人が不安の方が大きく勝ってしまうと、好きを諦めて動けなくなってしまうっていう原理がありますね。不安が勝って挑戦を諦めてしまう。そして挑戦しなければ不安を感じなくてもいい、ね、失敗しない唯一の方法は何かわかりますか。挑戦しないことです。やらなければいいです。振られない一番の方法は告白しなければいいです。そうですよね。だけど、告白しないと、付き合う可能性は低くなるのと一緒で、挑戦しないと自分のやりたいことをやれる確率は低くなるっていうことですよね。だけど先ほどの話を思い出してください。人生の最後に後悔することは何か。他人が望むような生き方ではなく、自分らしく生きればよかったって、これをみんな後悔してるってことなんですね。皆さんまだ若いので、人生これからね、まだまだ先がある、ね、結構有名な言葉で、これドラマで使われた言葉なんですかね。明日やろうはバカやろうっていう言葉がね、結構面白い言葉があるんですけども、人生は僕たちは永遠に続くような感じがしているんだけれども、本当にあっという間です。僕ね、皆さん見ててすごく思うのが、僕ついこの間までそちら側だったなって感じ持ってるんですね。ついこの間まで自分が高校生だったような感覚です。将来何しようかな、あんなこともできるな、こんなこともできるなって思ってたのに、気づいたら僕、今今年で46になるんですけども、もう46です。多分自分が死ぬ時も、あっという間なんだろうなと思います。でも死んだ時に後悔しない生き方を僕はしたいなというふうに思っています。不安を勇気に変える、今日のテーマなんですけども、不安を勇気に変えるってどういうことかってことですよね。今お話しした通り、不安っていうのは他人からの評価のために生きている時、失敗が怖い時ですよね。そして他人の人生を生きている時、他人軸で生きるっていうね、心理学では結構言葉を作ったりするんですが、自分の人生なのに他人からの評価や他人から認められるかどうかで自分の生き方の軸が変わっていってしまう時に、実は不安っていうのが強くなり、不安に振り回され支配されそうになってしまうっていうことです。じゃあそれを、どうすれば、いいのか。勇気を出すこと、勇気を出すって何に対して勇気を出すかってことなんですね。不安を感じないために勇気を出すんじゃない。そうじゃなくて、自分の人生を生きるんだっていうことをね、決めることなんですね。自分の人生を取り戻す。他の人からバカにされないために生きてるわけじゃなくて、私は私の人生を生きるんだ。
他の人から褒められるために生きるんじゃなくて、私は私のやりたいことを生きるんだって、やりたいことをするんだって、その自分の人生を取り戻すために勇気っていうものが必要なんです。これが心理学でいうと自分軸と言ったりします。自分軸で生きるということですね。僕もですね、いっぱいいろんな不安を経験してきました。いろんな出来事がありました人生で。僕の人生で、まあ、いろんなことがあったんですけども、今日大きく3つちょっとエピソードを紹介したいと思います。僕の人生を大きく変えた3つの出来事があります。1つ目、僕が小学校6年生の時、うんち漏らし事件っていう事件がありました。僕は子供の頃ね、結構いい子だったんですよ。小学校の頃、生徒会のなんか立候補して初期やったりとか、学級委員とかも結構やったりとかして、なんか いわゆる多分大人から見たらいい子だったんだと思います。で、まあまあモテたんですね。まあまあモテたんです。要は何が言いたいかっていうと、うんこ漏らしそうなタイプじゃなかったんですよ。まあ、うんこ漏らしそうなタイプってなんだっていう話なんですけど、そういうタイプじゃなかったんです。でも小学校6年生の時に学校から帰る時に、めちゃくちゃお腹が痛くなって、下校中にもう本当に急にね、我慢できなくなったんですよね。でその当時小学6年生って半ズボンを履いて、登下校しましたので、ズボンからで後ろを振り返るとですね、たくさんいろんな、同じ学校のね、生徒さんが歩いてるわけですよ。同じ方向に向かう子が。で、このままもし出てしまって、パンツからね漏れてボタ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 垂らしながら歩いたら、もう人生終わりだって皆さんちょっと想像してみてほしいんですけれども、そんなもの見つかったら次の日から学校行けない、あいつはあんな顔してうんこ漏らし野郎だってね、レッテルを貼られてしまう。何が何でもそれは阻止しなければと思ってね、でも学校から家まで僕25分ぐらいあったんですよ、歩いて。小学校の頃結構遠かったんですよ。で、なんとか我慢したんだけど、やっぱり途中でね、もう限界が来てバーって出ちゃったんですね。汚い話で申し訳ないんですけど。でもなんとかボタボタ垂れるのだけは我慢しようと思って、なんとか阻止しようと思って、このズボンのね、裾をギュッと手前に引っ張って、そのズボンから裾から漏れないようにだけ一生懸命、多分人生で最大腕の筋肉を使ったと思うんですが、そのギュッてやりながら、わかりますか、想像できますかね、こう家まで帰ったっていうの思いがあるんですね。でその時に後ろの人にね、バレてたかどうかってわかんないです、わかんないです。でも多分バレてたんじゃないかなと思うんですけども、で家に帰って、自分でシャワー浴びてパンツ洗いながら僕大泣きしたんです。もう終わったって人生、明日から学校行けない、明日学校に行って噂になってたらどうしよう、怖い、みんなからバカにされるって思いますよね。でももし今45歳の僕がその小学校6年生の自分に会いに行けるとしたら、なんて声かけてあげたいかなって考えてみたんです。僕ね、もし小学校6年生の自分のね、漏らしたパンツを洗いながら泣いてる可愛いですよね、この子供に、自分にね声をかけてあげるとしたら、大丈夫だよ、人生終わりなんかじゃないよ、だって今幸せだし、大人になったら楽しいし、全然そんなうんこ漏らしたことなんて全然何も影響してないよ、大丈夫だよ、だから大丈夫、気にするなよって声かけてあげたいなと思うんですよ。だけどもし僕がその小学校6年生の時の僕がね、大人の僕がこう現れてきて、大丈夫だよって言われても、何が大丈夫なの、だって漏れてるじゃん、もう漏らしちゃったじゃん、見られたかもしれないじゃん、全然大丈夫じゃないじゃんって、その大丈夫だよっていう言葉はね、信じれなかったと思うんです。信じれなかったと思うんです。自分っていう字は自分を信じるって書くんですね。自分を信じる。で、自分を信じるって何かって考えた時に、絶対にうまくいくよってことを信じることが自分を信じるってことではないなって僕学んだんですね。自分を信じるって何かっていうと、うまくいってもうまくいかなくても失敗しても絶対自分なら大丈夫って、結果がどうであっても一生懸命やれば大丈夫だよって信じてあげることが自分を信じることであり、それが自信につながっていくって僕は思ってるんですね。うんこを漏らしても漏らさなくても大丈夫だよ、それが大人の僕から子供の僕に
伝えれるメッセージなんですね。でもその時はそれが信じられなかったんだ。だけど人生ってそういうことっていっぱいあります。自分を信じるということは絶対に失敗しないってことではない。人間はね、失敗するようにできてるんです。神様がそう作っちゃったんですよ。完璧な人っていないんですよ。いないですよね、失敗しない人。だから神様のせいなんですよね、失敗するのはね、皆さんのせいじゃないんですね。で、成功しても失敗しても大丈夫ということを信じることが本当の信じるっていうことなんじゃないかなと思います。この自信ね、自分を信じる。そして自分を信じるとは、うまくいってもうまくいかなくてもどんな自分でも OK を出してあげるっていうこと。要は他人から見てどう思われるかじゃなくて、自分の人生を信頼してあげるっていうことが大切だなというふうにこの事件から学びました。そして二つ目、僕が21歳の時、バックパッカーやってたことあるんですね。バックパッカーって分かりますか？なんとなく分かるよって方いますか？いない。あんまり聞かないかな今。簡単に言うと、大きいリュックサック一つ背負ってアジアを旅してたんです。貧乏旅行ですね。貧乏旅行、安い宿に泊まりながら、旅をしてた時期があるんですね、少しだけ。で、初めね、タイとカンボジアに行って、あ、これ写真があるな。これが昔の僕です。赤い服着てる方ではありません。手前の方です。これが多分21歳ぐらいの時。これね、アンコールワットっていうカンボジアにある、世界遺産になってるアンコールワットの中でね、撮った写真でね、後ろの子が物売りの子なんですが、なぜか僕にずっと付きまとってきて、すごく仲良くなって一緒にずっと遊んでたっていうね、思い出があるんですけれども、僕友達と一緒に2人で、こう旅を、その当時ね、結構なんだろう、深夜特急っていう本が流行って、バックパッカーの、ね、本が流行ってちょっと流行った時期があるんです。で、どっかなんか、行きたいよねっていうことで、お金を貯めてタイとカンボジアに1ヶ月ぐらい行ってきました。じゃあすごく楽しくて、次はもう1回お金を貯めて、中国まで船で行って、そこから陸路でタイまで行って、最後飛行機でインドまで行って帰ってこようって、半年ぐらいね、旅をしようっていうことで、3人で次は行く計画を立てました。で、同じ高校の子で、よく知ってる子だったんですけど、で、中国ってすごく大きくて、まあ、1ヶ月弱かけて、中国をずっと南下して、一番南にある雲南省のね、その中でも一番南のシーサンパンナっていう場所があるんですけども、そこで一緒に行った友達が死んじゃったんですよ、突然。多分食べ物か何かの影響だと思うんですけども、病気で死んじゃったんです。で、その時僕はね、何があっても命までは取られないだろうってどっかで思ってたんですけども、それまで一緒に仲良くしてた友達が命を終えてしまって、本当に当たり前ですけどショックでした。苦しかったです。何も仕上げれない自分がすごく辛かったし、その中国のね、田舎で命を引き取らなきゃかったいけない、その子のことを思うと本当に辛かったです。その時の経験が本当に僕にとっては大きな人生を考えるきっかけになってるんですけれども、生きるって何だろう、死ぬって何だろう、命って何だろう、何のために人は生きてるんだろう。残念ながらこの世の中は悪い人が早く死んで、いい人が長生きするっていうふうにはできてないんですね。もっと悪い人、もっと早くね、いなくなってもいいような人いっぱいいるのにってその時は思いました。だけど、多分その子はそれが寿命だったんですね。で、僕はその出来事から、3つ今日皆さんにお伝えしたいことがあります。人は 100% 死ぬ。これは、例外なくみんな決まっていることです。僕も皆さんも誰もがみんな 100% いつか死にます。そして、いつ死ぬかわからないですね。明日死ぬかもしれないし、今日死ぬかもしれないし、50年後かもしれないし、80年後かもしれない。それはわからないということですね。その僕の友達はまさか20歳ぐらいの時に死ぬなんて多分思ってなかったと思うんですよ。そして3つ目、何が原因で死ぬかはわからない。この3つは
自分でコントロールできない部分なんですね。神様にしかわからない。皆さんの命も多分そうだと思います。どれだけ死にたくないとか、どれだけ病気になりたくないって思っても、なるときはなってしまう。ではこの人は 100% いつか死ぬ、そしていつ死ぬかわからない、何が原因で死ぬかわからない、そこはコントロールできない。でも自分でコントロールできることが一つだけあります。それは与えられた命をどう使うかっていうことなんですね。この自分の人生、自分の命を何に使うか、それはいつまで使えるかはわからないけれども、少なくとも今この瞬間は皆さんも生きていて、今命を使うことができるわけです。そして命を使うと書いて使命と書きます。使命とは命の使い方であり、今もこの瞬間も皆さんも僕も神様から命の使い方を問われているというふうに思ってみるといいかもしれないです。そして人生を大きく変えた3つ目の出来事、これは僕が26歳の時です。実は僕、先ほど子供が、上の子が21歳になったって言いましたが、24歳の時に結婚して子供が生まれました。なのでもう26歳で子供がもう1歳だったんです。1歳の子供がいました、はい。でね、26歳の時に、子供が1歳の時に僕パニック障害っていう病気になっちゃったんです。聞いたことありますか？で、その当時実は僕いろんな音楽活動とかもしてて、趣味でラッパーだったんですよラップやったりとか曲作ったり CD 作ったりしてたんです。で、自分のね、好きなことやってたと思ったんですが、突然本当に心臓がバクバクするようになって、でもう本当に苦しくなるんですね、その名の通り。でやれることがだんだん制限されていくんです。人混みの中に行けないとか、夜寝れないとか、電車乗るのが怖いとか、ご飯食べに行けないとか、いろんなできないことだらけになってしまって、本当に苦しくなりました。で子供がね、ちっちゃくて、さあこれからだっていう時に、なんで自分がこんな苦しい思いするんだろう、もう本当にね、自分でもびっくりでした。でさっきのうんこ事件でもそうなんですけれども、僕ね、この当時こういうパニック障害とか、うつ病もそうかもしれないですが、うつ病とかね、心が弱い人がなる病気だと思ってたんです。心が弱い人がなる病気だって思ってたんです。でもね、皆さん違いますからね、違いますから、だからなんで自分みたいな人間がなるんだろうって、心が弱いやつがなる病気だって僕思ってたので、逆に言うと自分が心が弱い人間だっていうふうに人から思われるんじゃないかって思ったんですね。だから人に、パニック障害になったっていうことがバレるのが怖かったんです。だから本当に家族とか一部の本当に近い人にしかそのこと言えなくて、他の人にはなるべく自分がパニック障害になったっていうことをバレないように必死になって普通の人を演じて、この当時生活してたんですね。だけど、どんなにね頑張って治そうとしても、どん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 ね症状が悪くなって、できないことがいっぱい増えていったんですね。で1年ぐらい経った時に、僕の人生のまたこう転機が起きたんですけれども、1年ぐらい経った時に、急性肝炎っていう病気で1ヶ月ぐらい入院することになったんです。でなんで急性肝炎になったかっていうと、その前に風邪をひいて普通に病院に行って解熱剤をもらって、解熱剤を飲んだら肝臓がおかしくなっちゃったんですよ。普通だったらそんな副作用でなる人なんてほとんどいないんですけれども、多分そのぐらい僕当時、体が弱ってたんだと思います。弱ってたので解熱剤を飲んだら体がおかしくなってしまって、高熱が出て、全身が痛くなって、すぐにまた病院に行ったら血液検査してくれて、のりたけさん、肝機能の数値がおかしいです、 GTP とか GOT っていう肝機能の数値を表すのがあって、正常値は多分20とか30ぐらいなんですけど、僕1500ぐらいまでどっちか上がっちゃって、もう異常な数値になってしまって、で1ヶ月入院してくださいってその時言われました。でね、その当時僕まだ子供が1歳2歳でしょ。でパニック障害だけでも自分でどうしていいかわからない、これから先自分の人生どうなるんだろうって思ってた時に、急性肝炎です、1ヶ月入院してください、家にも帰れない、家族これからどうなるんだろう、仕事どうしよう、いろんなことが不安でいっぱいになりました。頭の中ではどうしようどうしようどうしようって不安でいっぱいだったんですね。だけど病院のベッドに
体を横たえた時に心の中からびっくりする感情が出てきたんです。助かったって思ったんですよ。助かった。本当はあのままの生活を続けていたら本当に自分死んでてもおかしくなかったんじゃないかなって思うぐらい、その時辛かったんです。苦しかったんです。何もできなくなってる。だけど人の目を気にして人の前では必死で普通の人のふりをして普通の生活をしてたんですね。それが本当に苦しかったんです。だけどそれを休ませてあげるってことが自分の意思でできなかったんです。怖かったんです。人からバカにされることが怖かったんです。だけど病院のベッドに横になった時にこれで1ヶ月間休むことができるって分かった時に助かったって思ったんですね。で、なんでそんな感情が出てきたのかな、なんで少し前まで僕音楽活動してこんなに毎日楽しくしてたのになんで僕の人生こんなに苦しいんだろうってゆっくり考える時間ができました。そこで分かったことが1個あります。それは僕何が怖かったかっていうと、人からお前あいつはパニック障害になった、病気になったとか、あいつは何もできなくなったとか、あいつは心が弱い人間だとか、あいつはもう使えないなとか、あいつはダメなやつだって、そういうふうに思われることが怖かったんですね。だからそういうふうに思われないように必死でそうじゃない人間を装ってたんです。だけど一番そんな弱い人間、パニック障害で苦しんでる自分のことをダメだって決めつけてたのは実は他人じゃなくて自分自身だったってことに気づいたんですね。他の人に言われてないんですよ。僕お前弱いやつだなとか、お前何もできないなって、だけどそんな自分ではダメだって僕自分で自分に言い聞かせてたんですね。こんな自分ではダメだよ、人前で人混みの中に入れない自分なんてダメだよ、電車乗れない自分なんてダメだよ、そんなダメなやつじゃダメだから早く良くならないといけないよって他の誰でもない自分で自分のことを否定してたんですね。お前はダメなやつだって。それに気づいた時に僕はね、自分にごめんねって思いました。本当は大丈夫だよって言ってほしかったよね、本当は休んでいいよって言ってほしかったよね、本当は弱くても今はね辛くても大丈夫だよって言ってほしかったよねって、だけど気づいてあげられなくてごめんねって、ずっと僕は自分のことをいじめてたよね、自分のことをダメだってレッテル貼ってたよね、ごめんねごめんねって伝えた時に、その時に人生で初めてこんなに泣いたかっていうぐらい涙が出てきました。で、その時に、僕は決めたことがあります。たとえ世界中の誰もが自分のことをバカにしたとしても僕は僕の味方でいてあげよう、他人からどう思われるかではなくて自分の人生を生きよう、もしこの病気が治らなかったとしても自分で自分のことを否定する必要はないよね、今の自分でどう生きれるかを考えようって、そういうふうに思ったんです。で、それから僕の人生はすごく変わりました。病気がすぐに治ったわけじゃないんですね。結局ね、5年間ぐらい結構苦しかったです。だけど心はすごく楽になったんです。だって今すぐに治らなくても大丈夫だよ、できないことがあってもいいよ、ゆっくり治そうね、そうやってね自分の味方をしてあげれるようになったんです。だからこれって本当に大事なことだなというふうに思います。僕たちには3つの承認欲求があるというふうに言われています。承認欲求というのは認められたいっていう気持ちですね。誰もが認めてほしいって思ってるんです、ね、1つ目が Be、 2つ目が Do、 3つ目が Have。 Be、Do、Have の法則って言ったりします。 Be っていうのは存在そのもの、あなたの存在そのものが素晴らしいんだよって認めてほしい。で、2つ目が Do、 行動や行為、例えば勉強頑張ったら褒められる、ちっちゃい頃ね、お手伝いしたらお母さんに褒められる、嬉しいよね、その行動を褒められる、認められるっていうことで喜びを感じたりします。で、3つ目がハブ、成果、結果ですよね、例えば授業で成功したら、みんなから称賛されるとか、いい大学に受験に合格したら、すごいねって褒めてもらえる。僕たちは Be、Do、Have、この3つ、どれもが、3つにおいて認められたいっていう欲求を持っているんですね。だけど僕たちは小さい頃から実は Do と Have、
ばかりで評価されてきて、自分たちも他人を評価してきた。そうですよね。ちっちゃい頃存在そのものを認められてきた経験っていうのは、多分生まれて、まあ1歳ぐらいまでかな、うんちを漏らしてもおしっこ漏らしても可愛いねってみんながね、受け入れてくれたの。でもだんだんできることが増えてくるに従って、できること行為とか結果を褒められるようになっていくんです。これは決して悪いことではないんですが、悪いことではないんだけれども、実は僕は人生で一番大切なものはこの B の部分、存在そのものにある。私たちの最大の価値は行動や成果にあるのではなく、存在そのものにあるということなんです。皆さんが何かをやろうとしたときに、うまくいくこともあれば失敗することもあると思います。うまくいったら人から褒められるでしょう。失敗したらバカにされるかもしれない。だけど今日僕の話の中でこれだけ覚えておいてください。うまくいったとしても失敗したとしても、それであなたの存在する価値が変わるわけではない。うまくいったとしても失敗したとしても、皆さん一人一人の命、存在にはそれだけで素晴らしい、存在する意味があって存在する価値があるんだよ。これが土台なんですね。その上で何をやるか、何の行動するか、何の結果を出すか、それも大事です。大事だけど土台の部分、これ忘れないでください。ついつい僕たちは忘れて、いい結果を出せば自分には価値があるけれども、人よりも劣っていると自分には価値がないって思ったりします。だけど皆さん一人一人に、できてもできなくても、うまくいってもいかなくても、存在する価値があるんだっていうこと。たとえね、他の人がバカにしたとしても、そういえばあの時ノリタケっていう人がそうやって言ってたなって、その意見を採用してください。僕がね、高校の時に担任の先生が、あんた大物になるわって言ってくれたことを僕は採用してるだけなんですね。皆さんもぜひその言葉、自分自身に採用してください。そして自分は素晴らしい存在だ、その上でいろんなことにチャレンジしてみてください。はい、これが一番最初に、お話ししたことですね。もう一度ちょっと繰り返します。人生で多くの人が後悔すること、それは他人が望むような生き方ではなく、自分らしく生きればよかった。人生を終えるときにみんな、本当は自分らしく生きればよかったって後悔するんですって。だったらそれを死ぬまで、死ぬ間際まで取っとくんじゃなくて、今日から皆さん自分の人生生きてください。失敗してください。いっぱい失敗するようにできてるんで大丈夫です、ね、受験日間違えて高校行ってもこうやって幸せに生きれるんですよ、ね、勇気を出して自分の人生を生きてください。これが僕からのメッセージです。最後にですね、僕毎日ブログを書いていまして、人生を大きく変える小さな気づきっていうテーマで、多分8年か9年ぐらい、盆も正月も関係なく365日ブログを書いてるんですね。よかったら興味ある方は、結構生き方とかね、興味みたいな話とかも結構してるので、興味のある方はぜひ見てほしいんですけども、その中で、ある時あなたへっていうテーマでね、お話をしたことがあります、それを、皆さんにね最後、メッセージをお届けして終わりにしたいと思います。ちょっと目をつぶっていただいて、僕から皆さん一人一人への僕からのメッセージだと思って受け取ってください。あなたへ、今日までよく頑張ってきたね。いろんなことがあったけれど、ただ生きてこれたことが何よりも素晴らしいんだよ。いろんなことがあったよね。辛いこともあったし、苦しい時もあった。悔しい思いもしたし、分かってもらえないこともあった。悪気はないのに誤解されてしまったり、そんなつもりじゃないのに相手を傷つけてしまったこともあったよね。甘えたい時に甘えられないこともあった。本当は寂しかったのに強いふりをして過ごしたこともあったよね。いっぱい傷ついてもうダメだと思ったこともあった。
過去を振り返るとなんだか失敗ばかりしてきたような気がするかな。本当はもっと頑張ればよかったなとか、もっとあの時優しくすればよかったなとか、いろいろと後悔しちゃうこともあるよね。だけどね、この世に生を授かって生きるという体験はあなたにとって全てが初めての体験だったということを忘れてはいけないよ。やり方もわからない、生き方もわからない、答えなんてどこにもない、誰も教えてくれない、そんな中で必死に自分で考えてここまで生きてきたよね。ただそれだけで本当に素晴らしいことなんだよ。それがどれほど素晴らしいことかまだ分かっていないのかもしれないけど、とにかく素晴らしいことなんだ。これから先もきっといろいろなことがあるだろう。楽しいこともあれば辛いこともあるかもしれない。だけどそんな時に思い出してほしいんだ。必死に悩みながら、必死に考えて、間違えながら、失敗しながら、誤解されながら、時に傷つきながら、それでも必死で生きているということがどれだけ素晴らしいのかということを。だから今日もあなたに伝えたいんだ。生きててくれてありがとう。はい、ありがとうございます。じゃあ目を開けてください。いろんなお話させていただきましたが、僕が一番伝えたいことは本当に皆さん一人一人に存在そのものに価値があるっていうことです。そして、神様は失敗するように人間を作っています。なので何かにチャレンジした時にうまくいったり失敗するのが当たり前なんですね。だからそこを恐れずに、他人の目を気にするんじゃなくて、ぜひ自分の人生を勇気を出して生きてください。心から応援しています。今日はありがとうございました。